どうも、今回は一足眼済みのバレルスピナー使ってエースプラスガチアサリ潜ってきたいね。バレルスピナーね、結構楽しいよね。やっぱりでも敵に長射程がいたらちょ割とすげえしんどい。本当にそれがしんどい。しかもマヒマヒだし今回。まあでもしっかりと壁の裏に隠れといて抜かれないように。ヘイトやばくね。ちょっと待って、なんだこのヘイトは。ちょやばすぎ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 る。まあ俺がヘイト稼げれば、でもさ、リッターが遠距離のやつとか抜けるだろうから、それはまあ悪くはないんだろうけど、意味が長いな。ちょっとな、長いわ、ちょっとすごい長い。それ強くね、マジで。そのバリア壊さないとちょっとマジでしんどい。無理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 。倒した倒した倒した。ナイス、いいよ。2キルしといて、で帰るかな。あ、捕まえた。捕まえれんか。でしっかりと、ダメだったか今の。うわー、オッケーオッケー。ポップソナー第一だったらいいよ。そこ引かないか。まあ、スパッタリだからそれ詰めてくるような。なんかさ、ポップソナーで一旦飛んじゃまずい気がする。長射程多すぎるから。相手ご了承でなんだかなる。ならんか。ちょっと場所悪い。さすがにこの場所マジで悪い。悪すぎる。オッケー、倒していいよ。でリッターをね、倒さなきゃいけないんだけど、どうしようかね、これ。なんか後ろに行ったのかよ。ナイス、バリア破壊。いいよ。一旦でもこれ、味方にパスするわ。機動力なさすぎるから、また任せた。ちょ、やられた。もう、しゃあない、しゃあない。リッター重っ。マジで重い。ねえ。すげえ重いんだけど。でも、頑張ってる方だよ、マジで。本当に頑張ってる方だよ。こういうのはしっかりと、もう何でもいいからとにかく塗ってチャージしといて。これバレてるからな、弓のさ、この冷却弾っていうんかな。一回バレたらちょっと足場取られるからマジで無理だよね。本当に弓の超強いところ出てる。俺に対して、バレルスピナーに対して超強いところ出てるよ、マジで。本当強いってマジで。それダメだって。なんかいる、なんかいる、後ろいる。倒して倒して。そこ目の前にもいた。倒していいよ。このポップソナー辛いんだけど、マジでこれ壊さないと。で裏かな、どうせ詰めてきそうな雰囲気はある。わかんないけど、危ね。一旦投げといて、これを取りに行くしかないよね。でくっそーナイス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 。いいねいいね。弓をちょっとどかさないとな。でもどうやってどかすんだろう、バレルスピナーで。わかんないんだけど俺、弓のどかし方。バレルスピナーで多分どかせないよ。答えは沈黙だよ。無理よ、絶対にどかせない。これはこの武器じゃ。とりあえず前線を徐々にちょっと押し上げて、前と後ろで挟み込むしか俺は思い浮かばない。で弓に狙われたら終わるから、しっかりと味方を守る。ここでいいよ、味方を守る立ち回りでやっていこう。ナイス、ちょ間違えて投げちゃった。でそれそれ、ポップソナー、あぶね、いい反応。これでもここ場所悪いよね。ここだとね、すげえ悪い。だここまで来れば結構もういい感じ。そう、ここまで来ればめっちゃいい感じなんよ。めっちゃヘイト稼げるしね。なんかカウンターあさり狙ってるやついる。ただお前それはしんどいんじゃないか。相手のこの守らずに逆転の一手を指してくるあたり、いいね。でもあれやるとね、戦犯になるからね。いや、あれ戦犯だろ。言っちゃったけど、あれ戦犯だろ。防御きつそうだからね。いやでもなんとかなった。相手もチャーニーみたいなもんだし、すげえしんどかったけど頑張った方でしょう。さあ
マヒマヒリゾートスパだね。でも俺後衛武器、まあ中衛とかなんだろうけど、バレルは後衛武器はね結構ね難しいよね。なんかこうどうやってキャリーするみたいな、スプラトゥーンっていかにこうね味方をキャリーするかみたいなところあるじゃん。でも難しいよね、自分で前線を上げれないっていう。まあそれでも上げるやつはいるんだけどね。うこれやったわ。で後衛で前線上げれたらもう最高なんだけど、射程長いし、それはそれで最高なんだけど、このちょっと足場が開けるまではマジでしんどい感じはあるかな。あとちょっとそれ、ナイスいいよ、いい打開。まあ50ぐらいだったらまあ全然まだ許容範囲は全然いける全然いける。ただあの弓に気をつけてって感じかな。一旦置くわそこに。でそれカモにしたい。味方に吸われてる弾、すっごい吸われてる。でインク回復しといて、ちょっと足んないんだよね、普通に足んない。この裏までいければめっちゃいいかも、いい感じかも。いいよ倒して、いいよこの裏までいければいい感じに。嘘、最悪。じゃあこっちなんやるとしたらいやそこのバリア強いわ、そこのバリアからのスクイグは天敵すぎる、マジで本当天敵すぎる、マジ天敵すぎるんだけど。負けずどこにいる？なんかあと弓とかの場所とかもちょっと知りたいな、見つけとかない。エクスプロッシャーとかもいんの？マジか、いろいろいるね。倒したい、あれナイスいいね。一旦置くか、ここにあんまり見ないけど、あいつの逃げ道を。弓がちょっとやだな、次やだな弓が。前線ちょっと上げに行きたいけど、まあそういう段階ではないかな、ちょっとしんどいかな。一旦ちょっと盤面綺麗にしてからだね。うまっうますぎ、うますぎ。これスクイクさ、意外とバレルと同じぐらいあるよね、射程ってすごいしんどいよね。ちょっと来られないようにしときたい。ナイスいいね、どう来る、ナイスカニタンク。そのカニタンク超強い。まあ、壊されちゃったけども出ていないでしょ。いるいる、なんかいる、なんかいる。どういった、どういったかマジで見えんかった。まあ、サリ集めてからかな。俺が持つの良さそうだな、結構すごい良さそう。まあ、一旦ちょっとでこうだな、で置いといて、こっからしっかりとワイプアウトで入った、俺の入った、入ったんだったらいいんだけどさ。ちょ、それしんどい。うまいなそれ、めっちゃうまい。でもさすがにそれは、でここはしっかりともうあの引きながらさ、もうだるいだるいだるい、やめて引きながらさあれするのが一番ベストな感じはあるよね。ナイスいいね。でスプリンクラーとかもさあ、これあんま良くないな、置いとくか一旦。で、あの、あいつは無視で。で、一旦あそこのやつを敷く、どうにか、こうにか、かわしていきたいよね。ナイスいいね。だるいな、それ。弓とかのヘイトをもうちょっと買ってあげたいんだけどな。もうちょっと買ってあげたい。置こう、一旦。ナイス。で、ここにスプリンクラーでしょ？いいね。あそこのスプリンクラー結構強い。あそこ破壊しに来ようものならばね、俺が破壊するやつを。アサリ持っちゃうとね、あ倒したい、あれ倒せるかな、厳しいか。いや前へ行きて、すげえ前へ行きたい、めっちゃ前へ行きたいけどさ、やめてくれちょっかいかけんの、ほんとやめて。よし倒した、危ね、危なすぎ危なすぎで倒しといて、相手もちょっときついのか、前線上げるか、俺が曲げよう前線。倒しといて、いいね、こっからしっかりと前線を。爆風ボーイズが多いな、ちょっとマジしんどい。
マジしんどい。でもこうやっていることによって圧かけれるわけよ、やっぱり敵に対して。はい、帰って。生存大事、生存大事よ。アサリ入れに行く暇がねえけどな。でも俺がアサリずっと持っとけばさ、敵攻めれんやろ、なかなか。もうナイス、いいね、倒した。いや、なんか来てる。倒して、いいよ。まあ、リードは多分されないだろうけど。あ、そこにバケツいるからちょっと。一旦これで、炙り出しといてってやっときたいね。これはなかなかいいんじゃない、なかなか。でもやっぱ前すごい出にくいね。ヘイト買う。ヘイトしっかり買ってあげるのはすげえ大事だけどね。自分より弓とかいるとちょっと嫌だな。すげえ嫌だ。マジで嫌だ。さあ次はザトウマーケットだね。てかザトウマーケットの方がなんか良さそう。マヒマヒとかよりも長射程が湧きすぎるとちょっとめんどくせえわ。湧いてるけど湧いてるけど、まあ、リッターぐらいかな。リッターの木をどうやって削ぐかだよね。多分俺のこと狙ってくるとは思うから。だからまあ、はい、まず一匹潰しといて、リッターの気を引きながらって感じかな。それ頼むわ。ショルの任せた。一旦ここに置いとくか。で、倒していいよ。は？マジか。マジか。そう、こうリッターの気をちょっと削いであげながら、味方の裏取りを期待するしかないからね、もうね。長射程こういうところが割と、結構辛かったりする。あ、間に合わなかった。こういうとこは結構辛いわね。倒していいよ。自分で、ちょっとキャリーしに行けないみたいな。前線上げに行けないみたいな。置いといて。ナイス、これ。それナイス。で、アサリ集めたいんだけどさ。リッターそっち行ったか。多分届かないよね、でもね。リッターの気をちょっと、削いであげながら、いろいろ動きたいけど。さすがにそれは。で、落ち着いて、これは。これは落ち着いて2対1だから。オッケーオッケー。どうせまた上がってくるでしょ、どうせ。だよね。それはきつい。それはきついわ。それは無理。やばいな、クラブラにボコられちゃったな。ただ味方も強いね。リッターが多分息してないから。ちゃんとショットあげれば、クラブラとかを。ちゃんとショットあげてればこんなことにならなかったんだろうけど。しんどすぎる。一旦、アサリだけちょっと回収して。かなー、こんな感じかな。みんなで一気に前線ちょっと上げに行かないと。ちょっと辛いよね。いや、どうしよっかね。この上のやつを、なんか、クラブラかなんかにすげえしょられてるっていうのと、ちょっと動きにくい、ちょっと。すげえ動きにくい。倒して、それ。ナイス、いいね。で、ナイス、倒した？ナイス、ワイプアウト。で、これでやっとちょっと前に、出れるようになったかな。まず、ワイプアウトちゃんと取らないと。リッターちょっと見といて。くっそ。いや、リッターがマジだるい。本当にだるい。どうしよう。これどうする、これ、リッター。ちゃんと抜いてくるぞ、これ。ただ敵も強いから、敵も強い。びっくりした。これリッターがでもそこにいるんだったら、まあ言うて。ナイス、いいね。はい。まあこういうことね。しっかりと味方と足並みを合わせながら倒していいよ。なんかすごいラグ悪くない？大丈夫これ？しんどすぎる。まあでもブラスターってちょっとラグっぽくなるよね。なんだっけ、爆風でさ、そう。いや、ラグいな多分。これはちょっとマサリ1個よこせ。ナイス、いいね。おにゃ、いいね。危な、間に合った。はい、いいね。クラブラ来る。ナイス、いいね。このアイスクリームくんと、
まあいいや、一旦置くか。で、くっそ、ダメだったか。まあでもなんとか4まで進めれればなんとかなるね。なんとかなる、なんとかなる。大丈夫大丈夫。まあいい感じじゃない。でもビッターがちょっとめんどくさかったけど、まあやっぱりちょっと気を引いてあげたりとかしてあげれれば。でももっとこう、なんだろうね、敵の注意をそげるようなプレイしたいからね。ナイスいいね。危ね。でもいい感じにちょっとリッターがなんか狙ってきてるからいいかもね。結構これなんだけど、でもちょっとまずいとこ、迷った迷ったな。リッターがなんか前で始めたね。ちゃんと俺のこと抜こうみたいな、そういう意志を感じる。やつからは、やつからはそういう意志を感じるようになった。いないか。まさり回収だけしよっか一旦ね。で、ちょっと待って、あと一発、あと一発、あと一発。ダメ。ナイス、いいねー、いいねー。なんだ、リッターだけ。いいねー。いやな、悔しいな。でもリッター、もうちょっと立ち回りちゃんとして、ちゃんとしてさ、なんかこうリッターのこと完封するみたいな感じで行きたかったけど、それはちょっとでもバレルのやることじゃねえか、それは。まあでもなんだかんだバトルナンバーワンだ。いいね。さあ頼む、リッターくんな、リッターくんな。それだけ、それだけなんよ、俺の快適なバレルスピナーライフを送るには。いいね、いいね。でも、こういう武器としてやっぱ、なんか、ヘイト買ってあげたりとかさ、あとなんか、そうだよね。俺の理想、真ん中でもう敵をぶち抜いていきたいね。真ん中でさ、こう敵をさ、やりに行ければさ、だってもう、味方もさ、回り込めるわけじゃん。そういうプレイができる人に、私は、なりたいね。危ねえけどね、結構。危ない危ない危ない。マジで危ない。本当に無理。ちょっと待って。どうしてこうなった、どうしてこうなった。とんでもない、ひどい、ひどい状況になってる。やれた、ナイスいいね。オッケー、倒して。待って、場所かぶってんな。場所かぶりは良くない。場所かぶりはね。うわ、ブレた。最悪。いいね。で、前出るとかちょっと出ないとさ、やっぱり。やばい！頑張ったー！めっちゃ頑張った！いや、場所かぶんの良くないな、クーゲルとかと。かぶんの良くないから、なんか、新たなる、道を見つけないといけないんだけど。もう行こう、これ。人数かけて。崖下のブラスターは、ほんと、スピナーだと狩るのめっちゃしんどいけど。まあ、なんとかするしかないよね、これでね。ちょ、焦るな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 。焦るな。倒していいよ。倒していいよ。焦るな、焦るな、焦るな。なんとかなる。で、マジかー。ちょっとしんどかったな。なんかちょっと、焦り作った瞬間も焦っ、突っ込むみたいな感じだったら大丈夫、これ。もっと足並み合わせてもね、良さそうな感じはするけどね。うわー、あと一発、ナイス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 。あとちょっとチャージ足りんかったな。さあ、どうしよう。もっと前線押し上げないとな、ゴリゴリと。それは、あるよね。で、そいつをちょっとどかしたいけど、俺的には。崖下怖いからな、突っ込んでくる。あんま美味しくないんだよな、あいつ相手にしても。これちょっとしんどいね。しんどい。敵をバンバン、ちょっと耐えてるだけじゃ割と、シューターとかでさ、前線で、荒らしまくんないとさ、3キルとかさ、4キルとか、しまくんないと、
勝てない試合な気がする。ちょっとバレるでーこれこの試合をね俺があれするのなかなか厳しい気がする。危ね、なかなかちょっと厳しい匂いがしてきた。まあ、耐えれる、みんなでなんか足並み合わせて突っ込んで死なずに耐えれる時間が作れればねすごいんだけど、リードはしてんのか。ワンチャンでもなんか何があるかわからんからなこれ。いやー、ちょこれビビらずにさ勝負仕掛ければよかった。普通に崖下やりに行けばよかった。まあ、ちょっとすぐリードは取られちゃうよね。もうしゃあない。いやマジでブラスターがしんどすぎる、強すぎるこっちチームのね足場がねちょっと割としんどいよ、塗りみたいな。もう塗りはいいけど機動力かが割となんかちょっとしんどい感じもあるからな。あのブラスターとかちょっとどかしたいけどね。待って後ろ来る、それ強い、マジで強い。それは終わった気がする。いけるかな。敵が強いわ、マジ強いわ本当に。さああとあいつをしっかりと、あと一発なんだけどな本当に。それなんだけど、あとあそこのあいつかもどかせれば最高だからね。危ね、それはさすがに当たんない。近寄らせないようにしないとな。しんどいね、人数有利が、人数有利どうしたら作れるんだ俺で。こういうのもしっかりと、ちょ敵見ないとね。ナイス、それ倒した。周り見てあげないと、あっちとかにもいるからさアサリ作ってなかったわさあ頑張っていきますか。ガチヤグラになってるね。スピナー2枚か大変そう。立体ならやばい。オッケーオッケーオッケー、立体ないんだったらこれいい勝負できるわ。全然全然オッケー。あとスペシャルもこっちの方が強いしね多分。ジムワイパーの必殺ってなんだっけあれ。ジムワイパーじゃないかあれ、まあ、ジムワイパーか。これ何も考えずに、だってこれもうこれでさ撃っときゃいいわけじゃん。もうだってそういう感じじゃん。ボムがちょっとめんどくせえな。だいぶナイス、それ倒したの最高よ。で、一旦ちょっとさ、いやー、それ、それうまい。ドライブワイパーか、これ。一旦ちょっとスペシャル貯めて放つか、ヤグラのさ、裏にさ、貼りたいんだよね、これ。あ、君が乗るなら俺は、じゃあ、荒らしに行こうかな。しっかりと、荒らしていこう。で、大変だな、これ。乗ってる？乗ってないよね。乗るか。危ね。ちょっと大変すぎる。やばすぎる、やばすぎる、やばすぎる。一旦ソナーとかないとちょっと、大変そうだな。裏任せた。投げてきそう。だってまだフィニッシュまで行ってないよね、多分。多分行ってないと思うんだけどさ。守りがすごい硬かったな。バチバチに硬かった守りがちょっと本当にさやめよそれ。いいね、ダブルソナーでいこう。でリードされたけど、まあここもしっかりとワイプアウトしちゃえば問題なし。で置いてスペシャル貯めようぜ。ヤグラ乗ったらスペシャル貯まるからさ。俺がヤグラ乗るわ、もうこれ俺が乗っていくわ。でしっかりともこっからね敵を蹴散らしまくるっていう。トーピード強くね。ナイス、それ強いかも。で置いとこ置いとこ。一発ならトーピード耐えれると思うし。リードした、リードした、リードした。オッケーオッケーオッケー。リードはしてるけどなんか前線をね上げたいよね。矢倉の後ろで戦ってる感じあるからさあ、ナイスナイスナイス。前線上がった、最高最高。そう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 、ヤグラの前でさ戦ってほしい感じはすごいあるよね。足場ちゃんと塗るからさ。オッケー、ナイス、いいよ。なんかいるな。
それちょっとしんどいな。オッケーオッケー。27まで進めばもうヤグラ乗らんくていいかな。もういいかな。飛んだ方がいいこれ。でも一旦仕切り直しな気がする。そんな気がする。うん、まあ、あとはもうキル稼ぎですよ。あとはもうしっかりと、なんだかんだでさ、なんだかんだでちゃんと乗るんだけどね。偉いから。オッケーオッケー。おい、ボムばっか。でもトーピードとか、トーピード意外とさ、ヤグラでさ、めっちゃ嫌なんだけど。すごい嫌だ俺的には。めちゃくちゃ嫌なんだけど。まあいいか、ヤグラはちょっと、ヤグラ乗ったら4秒間ぐらいマジであの、スペシャルが溜まる、自動的に溜まるからさ、ちゃんと、ヤグラとか乗っといて。来てる。はい、倒していく。いいね。あれ、倒せそうだったんだけどな。ソナーちゃんと前に出て。でもソナーね、壊されちゃうからね、敵の塗りがすごいとこ置いても。で、どうしようね。あれ、いるかと思ったんだけど、いなかった。これやめよ、これマジで、本当に。本当にやめよ。乗るか、一旦。で、動かして、動かしといてたね、一旦ね。もうちょっと。あと一発だったんだけどな。一瞬で破壊してやろうぜ。乗ってこ。危ね。で、ちょ、ボムはだるい。もうボムやめろって、おい、やめてくれ、ボム、ボムやめてくれ。でも味方のスペシャルも溜まるからさ、どん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 なんかやってきてない。敵ももうなんか、しんどそう。どうしていいかわからなくなってそう。ワンチャンボムで、こっからさ、俺たちが、4連キルされるぐらいの、あれじゃないとさ、多分負けようないよ、これ。それは絶対ある。来た。あと一発。ナイス、倒した？いいね。いや、こういう試合毎回したいよね。超楽じゃん。何これ。めっちゃ楽じゃん。さあ、組んだよ、リッター。このマップでリッターはマジでやばそう。ほんとやばい。やばいから、ちょっと相手に引いちゃったね。どうしよっかね、これね、ほんとに。自分が、まあ、やっぱりでも、リッター引いたらもうさ、自分がさ、リッターから狙われるのはもう確実だからさ、ちょっとヘイト稼いであげながら、みたいなね。ヘイト稼いであげながら、いろいろやってあげるしかないよね、もはや。っていうのしかないよ、道は。それか、戦況をしっかりと、動かしていくか。シューターみたいになってる。戦況を動かす、戦況を動かすっていうか、戦場をさ、ぐいぐい向こうに押しやりたいわけよ、やっぱり。それやりたいから。で、味方のシューターたちに、こっち来てもらうみたいなね。マジか。下はちょっと盲点だったな。でも次から、その手は食わんぞ。ちゃんと、クリアリングする、次から。そう。で、リッターとかをちょっとやってもらったりするとかしか道なくなるからな、マジで。ナイス、倒したん？ナイス、倒した。いいね。で、リッターが俺の方ちょっと見てるから、それだけ見ながら、ナイス、いいね。そう、こんな感じで、ぐいぐい前線を、押し上げていきたいよね。危ない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 。やから乗りたいんだけど、これ。いや。裏取りスピナー。いや、本当は俺がやから乗って、味方が裏取りし、なんだか、スプラシューターとかが裏取りし、くれるっていうのが、マジで超理想なんだけど、ガチ理想ムーブなんだけど、ちょっとね、うまいこと言ってないから、俺のせいでね。
こことかすごいいいよ、マジで本当にいい。リッターがどこにいる。リッターここまでちゃんとできればいい感じになると思うよ。カーリングやだな、すげえカーリングやだな。リッター対策するか、ちょっと一瞬だけね。押した押して、いいよ。何やられた俺。ロングブラスターか、直撃取られたか。まあでも、あの味方がさ、ヤグラ乗ってくれるんだったらさ、バレルスピナーでさ、前線押し上げたくない。で、手軽に貼り付ける。倒していいよ。手軽進んでる？進んでるね。いいね。あ、いいっすね。まあ、こういう風に前線をしっかりと押し上げていきたいね。いや、長射程でね、前出れたらね、本当にもう、最強だからね、本当に。